はい、で早速時間がもうないわけですけどもね、まあ、最後は映画ですね。はい、映画ですいけるかなまあいいや、最後はですね、監督さんが木下圭介で、脚本もやってるな、木下圭介さんで、主演が高峰秀子さんで、二重詩の瞳です。はい、もうあれですね、もう邦画史上三千と光り輝く名作の一本ですね。なのにもかかわらず僕は木下圭介さん今まで一本見たことがなかったというね、3000本見てからなこしょらっていうけど冗談じゃないね、やっぱ3000本からスタートだね。やっぱり何にも知らないことが多いなと思ったらまた落ち込みましたけども、で木下圭介さん、高峰秀子さんという人はですね、二重詩の瞳の話する前に日本で初のカラー作品カルメン故郷に帰るという作品を撮った人たちでもありますね。はい、だからそういった意味でも偉大な人たちなのかもしれませんが、まあ二重詩の瞳ね、まあ瀬戸内海の、小豆島という島が舞台でして、で1920年代ぐらいから始まってく、小豆島を舞台にした、高峰秀子さんが、女教師をやってるんだけども、その女教師とその島の子供たちの交流を描いた、もう名画でありますね。はい、でですね、ずっと見たかったんですよ。でもやっぱどうも最近いい話っていうのはケチつけたくなるとこあるかなと思ってなかなか見るタイミングなかったわけ。でもね、今回ようやく見たんですけどね、のんびりしてんですよ。で途中でちょっと昼寝したぐらいでね、退屈して昼寝したわけではないんだけども、やたらと歌を歌うんですよね。ミュージカル的な歌の歌い方じゃなくて合唱的な歌の歌い方をするんだよね。でその辺もなんか昔の人ってこんなに歌歌ったのかって思うんだね。船乗ってても歌歌う、教室に集まっても歌歌う、公園で遊びましょうと言ってもみんなで歌歌うと、どんだけ歌うんだと思ってて、でも見てたっすよね。でこれは戦前戦中戦後ってものを描いてる、20年ぐらいね、20年ぐらいの女の人の人生を描いてるんだよね。で見ててさ、これがまあ本当淡々としてるんですよ。その高峰秀子が途中で結婚してもね、その本当旦那さんなんかワンシーンぐらいしか出てこない、2時間半ぐらいの映画でね。で掘り下げが浅いんじゃないかなと思って見てるわけで、しかもさ、のんびりしてんだよ。木下圭介さんってこれ見る限りじゃね、とっても上手い監督さんじゃないと思うんですね。洗練さはないんだよ、きっと。カットもあんま割りませんしね。結構その、当時としては割と俺新しいだろうというふうに思ったかもしれないけど、木下圭介さん。その、クラスのその生徒の撮り方とかもこう、割と教室の外からちょっと覗き見るような感じで撮ってたりするんだよな。でそういう撮り方はもうきっとこの時点でやってた人いたかもわかんないしね、まあ、俺映画史詳しくないからなんとも言えないんだけれども、どうだろうなと思って見てたんだけどもさ、やっぱさ戦前から始まって戦中戦後といくでしょ。で二重詩の瞳っていうだけあって、まあ、12人の生徒を受け持つわけですね、女教師が。でまあ日常を描いていくんだ、まあ、ポイントポイントで描いていくわけなんだけども、これやっぱ戦中ぐらいになってくるとですね、ちょっとこうシャレにならない雰囲気になってくるというか、それこそまあ生徒たちが自分は軍人になりたいとまあ言い出す男の子たちも出てくるわけね。でそういったところってやっぱ怖いんですよ、見ていて。でもう戦後に作られてる作品だから、やっぱそれを否定的な目線でちゃんと見ますよね。高峰秀子なんかのその女教師なんかは戦争に行ってほしくないと、やっぱそれ死んでほしくないからだという、もう本当にシンプルなメッセージをまあ子供たちに投げかけるんだけども、なかなかそれ届かないわけですよね。で自分の子供が生まれても、その自分はその天皇陛下のために死にたいんだというようなことをこう言い出してくるわけ。そこにもやっぱ否定をするんだね、高峰秀子がね。でさ、小豆島のさ生活っていうものってなかなか過酷なんですよ。貧しい漁村なんだね。でその中でやっぱりその例えばもう自分は中学校に行けないと、自分は小学校まで出たから、その次は妹が行って私は今度家の手伝いしなきゃならないっていうような子供たちの話が入ってくるわけよ。でさ、昔は素晴らしいなんて言うけども、今の方が絶対いい世の中だって思うんですよね。やっぱりこう勉強できるじゃない、やっぱ中学校まで。もちろん親の虐待とかあっていけないとこもいるだろうから。でも今だったら例えば社会的にこの子たち救えるはずだっていうふうに思うわけね、見てて。でやっぱ一つずつ世の中ってみんな少しずつ良くしていってるって見てて思うんだよな、すごく。で
戦中で戦後っ てさ、玉音放送がまあ流れるわけですよね。で、まあ、直接には流れなかったかもしれない、これから流れるというところで終わったかもしれないけれどもね、そういうとこをテーマにしたというのはね、やっぱとっても素晴らしいものだというふうに思いますね。あの、まあ、戦後直後、これ1954年だったかな、作られたのが、まあ、戦後からまだ戦争終わってまだ10年経ってないから、逆に作れたというところあるかもしれないけれどもね、でもやっぱ戦争ってやっぱりろくでもないですよ、やっぱり。あの本当に、でそれこそ女教師がさ、ちょっとその例えばなんだろうな、反戦的なこと言えばもう学校中で騒ぎになっちゃうんだから、それでおまわりさんに捕まるなんて話になってくるわけね。それで一回高見秀子先生辞めるんだけど、もうやってらんないわ私なんつって言ってさ、で高見秀子さんって人がやっぱりこの女性の20年ってものを見事に演じ切ったと思いますね。あの器用な女優さんじゃないのかもしれない、もしかすると。それでも例えば、まあ、工夫をしてあって、例えば昔だからメイクもそんなうまいことできないからちょっと離れて距離取ってたけどね、こう映画の後半になると、まあそれ一つの工夫だというふうに思いますけども、それでも高見秀子さんの、僕浮雲っていう成瀬美京さんの絵がすごく好きで、それでもまあ男女の20年ぐらいをずっと描いた作品だったんだけども、すごくこの映画のファンでね僕は。でそれでもこうやっぱこう女性の変化、まあ、人間の変化ってものをこう見事にその表現して見せたんですよ、その作品でも。やっぱね、そういうセンスをやっぱ持った人だからね、そのセンスってのはこう24の瞳の中でもやっぱいかんなく発揮されてるなというふうに思ってですね、すごい感動しました、結局最終的に見たら。やっぱでも一つ残念なのが、これ2007年でデジタルリマスター版ってのがあるらしいんですけど、木下圭介100周年生誕100周年で作られたものが、これだとね、あの不適切な表現がカットされてるらしいんですよ。でこの映画の中でもめくらって言葉がまあ最終的に映画の中で最後の方に出てくるんだけどもね、あのやっぱ昔の人はだいぶストレートだなというふうに思うんだけど、今だったらねちょっと使えない表現ではあるでしょうけども、でも監督の意向を組まずに不適切なんていう表現だけ、ことだけで監督の意向を踏まずにね、もう亡くなった後に勝手にハサミ入れるなんていうのは、はっきり言って表現としてバカにしてると思いますね。木下圭介さんはこういう手法でいくというふうに決めたわけですから、それをデジタルリマスターの時に勝手にハサミ入れるってのは違うでしょ。これアラビアンロレンスの完全版をスピルバーグとかが作ったっていうの意味合いと全然違うと思いますよ、本当に。まあだから今言って言いたいのは、結局その昔版も見れてということを言いたいんだけども、そういう作品が昔こういう表現が良くなかったっていうのは、それ背負っていく業なんですよ絶対に。なんか臭いものに蓋的な考えってのはどんどんその生き方狭くしていくと思うし、高峰秀子が学校でそのいろんなことを教えられないっていった状況と大元は一緒だと思いますね僕は。言論封鎖だと思います、こういうのは。はい。で、まあそれでもね、で一つ言いたいのが、あともう一つ、デジタルリマスター版のね、予告編っていうのがついてて、でそれをちらっと頭見たんだけど、樋口亮介さんからハッシュとか、あの20歳の微熱取ったなぎさんシンドバッドを撮った、自分をこうゲイであるとカミングアウトして、まあ、映画撮ってる人が予告編作ってたんですけど、その予告編の冒頭でですね、昔の日本というのはこんなに美しい国でした、日本人というのはこういう美しい心を持ってますみたいなメッセージを冒頭に掲げて予告編作るんですけど、なんか本当にちゃんと映画見たのかなという感じがしますね。まあ何か皮肉があるのかもしれないけれども、2007年の当時ね、もう多分右傾化がすごく始まってる頃でしょ、もう始まってだいぶこう一番ピークの時かもしれないね、そういう時に行ったのは皮肉かもしれないけど、なんか皮肉としてもちょっとよくわからないなと思いましたね。後から余計なやつが変なことするなって言いたいです、もうそれだけで名作なのにね。だからもう見るときはデジタルリマスター版じゃなくて昔版なんとか伝えかなんか手に入れてそっち見た方がいいと思いますね。はい。まあ比較してないなんとも言えませんけどもね。はい。そういうことです。はい。まあ名作ですんで皆さんこれぜひぜひ。はい。というわけで今日の、映画の3本目は、木下圭介さん、監督さんが、木下圭介さんで、主演が高見秀子さんで、二十四の瞳でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。